今日ね、なんと新兵器のじゃじゃん、音フェチの機械をちょっと今回は買ってみました。はい。なのでこれを使って今日はうまくできるかわからないけど本格的な音フェチにチャレンジしたいと思います。はい。音フェチをやってみます。今日はね、初めてのパパと二人で、やりますなんでかっていうと、ママとリミが今1階のリビングで別の撮影してるんだよね、してるからその間に暇だからね、暇だからやっちゃいたいと思います。香りの液、すごい匂いするよ。いちご、いちごかっこいい。すごいね、これ魔法の液ホース。氷の粒がないといけませんね、うん、って感じなので氷の粒いけます。よいしょ。いい匂いだね。うん、すごくない？すごいのはね、すごい混ぜないとね、いけない。そんな混ぜんの？うん。早くない？あ、だいぶ固まったよ。うん、うん、本当だ。もうそう、こんぐらい混ぜなきゃ固まんないんで。もう触っていいよ。いい？出して。うん、いいよ。いやー。おー。イヤホンをつけてみます。で、ここの間にあるの。そうそう。OK。じゃあ行くよ。うん。耳なんですね。そうなんですよ。だからイヤホンがつけれるんです、うん、ね、ちょっと今度はいろいろな音フェチに挑戦していきたいと思います。また見てね。バイバイ。バイバイ。
なんか巨大スライムできたら叩いてみたい。ねえ。今日はスライム作ってみる？うん、巨大スライム。どうやって作るかというと、うん、じゃーん、洗濯のりが20本。すごい。それでいくほうが8本。4本じゃないけど、4本ぐらいで大丈夫かなと思ったら、うん、今4本です、うん、で、ホース。リミちゃんのシンプルスライムになっちゃうよ。早速作っていきたいと思います。はいや。もう一個終わった。早いね。これで4本。これで4本。手にかかった。うん。はい。もう濡れた。ちょっと。もう一回だ。あと4本しかないよ。濡れ、洗濯のりが入れ終わったので次はシェービングフォームを入れていきたいと思います。シャカシャカタイム。シャカシャカな。シャカシャカ力強い。ごめん、ママもやりたかった、あいつは。やったー。穴を埋めよう作戦。うん、穴を埋めて、きれいに。うわ、すごい。すごい。え、これまだ箸入れてないんだよね。うわ、うん、リミやめてください。大丈夫、みんなやるなるから。死ぬのとか全然ない。なんか美味しそうだ。すごい。合体だ。合体だ。入れるよ。うん。必死に混ぜる。すごい。プロジェクト X っぽくしよう。よいしょ。まあこんな感じ。すごくだね。すごい。あ、いいですね、餅つき。これお餅ですか？お餅つきになってる、本当。すごい。食べれそうだね。よいしょ。いい感じ？いい方。あ、すごい！あ、すごい！やばい。柔らかい。でも音すごいよ。お、すごい。お、めっちゃ伸びる。お、すごいすごいすごい。おー、すごい。お、1メートルぐらいいった？激しすぎて飛ばさないでね。超プルン。もう飛ばないかな？プルンプルンで。生クリーム作る。うん、お、みんなすごい。落ちるわ。落ちるわ。せーの。
口が開いてるよ。いつも開いてるよ。いつも開いてる。ビヨーンって伸ばしてます。うわー、いいね。すごい。おおすごい。もっといっぱい来る。綱引き。これで綱引き。